バラクーダ・イーズ・バラクーダは、イーズが開発したヨーロッパ製の無人航空機。開発はドイツとスペインの共同事業であった。この機体の初飛行は2006年の4月で、イベリア半島の外れで行われた。諸女飛行は成功したものの、その後の飛行試験で9月23日に、スペインの海岸に試作機が水没し、全損している。 開発計画はこの事故で一時中断され、2008年11月に2期目の試作機が完成したことで再始動した。この2号機は2009年7月にカナダのグースボーイ空軍基地で行われた一連のテストフライト軍で成功を収めた。バラクーダの戦略的及び防衛契約においての主な競合相手は脱走ネウロンである。両者ともステルス性とマッハ0.85以上の 最高速度を有する。ドイツ、スペインがバラクーダ側につき、ネウロンはフランスとスウェーデンがそうである。バラクーダはまだ開発段階であるためあまり多くは知られていない。しかし、おそらく2万フィート以上の飛行高度と3 0 0ラムのペイロードを有していると考えられる。バラクーダの起源は UAV 設計の研究であり、 アメリカ合衆国やイスラエルが独占している市場に中高度飛行の長距離 UAV を売り込む予定であった。公式に発表されたのは2006年の国際航空宇宙展においてバラクーダの運用と諸言が明らかになった。イーズの当面の焦点はドイツでの指定された空域での無制限飛行の認可を受け取ることだが長期的にはあらゆる空域でのそれを目指している。 モジュールプラットフォームで開発する計画もあり、これならば会場紹介のような任務などへの換装も行える。攻撃能力の付与は計画されていないが、運用者が望むならば武器の装備するよう感想することもおそらく可能だろう。兵器システムの搭載も同様に可能で、その場合は中央ペイロード米に搭載されるだろう。ドイツは フランス主導のネウロンへの対抗のためスウェーデンやイタリアに共同 UAV 開発への参加を交渉したが、これらはネウロンに加わった。バラクーダは特注のシステムだけでなく商用オフザシルフの要素も用いている。またほとんど完全に炭素繊維を用いて作られており、重要な金属部品は4桁だけである。また4桁は輸送の際には、 簡単に取り外すことも可能である。イーズは今のところ総発型の派生 UAV を研究しており2009年に初飛行の予定である。エースコンバット7スカイズアンノーン当たり機をモデルとしたエルジア王国軍の無人戦闘機 MQ-99 が敵機として登場。コンテナからの展開、発進が可能であり、劇中ではそれを活かして、 オーシア連邦各地の港湾に停泊していたコンテナ船から発進式集攻撃を行っている。ありがとうございます。